はい、こんにちは、116インズです。マリナーズというチームを応援する以上、苦しみを経験しないのは難しいのですが、今日のトレードはその苦しみの一つだったと思います。マリナーズは今日ダイヤモンドバックスとトレードを成立させ、ここ2年間サードのレギュラーとして活躍し、クラブハウス内でもムードメーカー的存在だったエウヘニオ・スアレスを放出し、見返りとして2人の選手を獲得しました。スアレスについては少し前にブルージェイズが彼のトレードの可能性について模索したという話が報道されていて、今後チームとして三振を減らしたい意向を示したマリナーズが、2年連続リーグ最多三振を喫しているスアレスを動かす可能性はなくはないと頭では理解していましたが、後でも触れますが、この程度の見返りでスアレスを半ばサラリーダンプのような形で放出したのは、どうなんでしょうね。今回はこのスアレスのトレードについていろいろと話していければなと思っています。今回マリナーズとダイヤモンドバックス間で成立したトレードの全容がこちらとなります。ダイヤモンドバックスがマリナーズからエウヘニオ・スアレスを獲得し、マリナーズはキャッチャーのセビー・ザバーラ、今季 MLB デビューしたばかりの24歳のレリーフピッチャーカルロス・バルガスを獲得しています。トレードの第一印象としては、ダイヤモンドバックスがほとんど大きな見返りを支払うことなく、スアレス獲得という形でサードのアップグレードに成功した印象で、コンフの限られた野手の FA 市場を考えれば、課題のサードをうまく補強できたのではないかと思っています。一方でマリナーズは冒頭でも触れましたが、チームとして三振を減らしたい方針を強く示していて、すでに今季特に三振が多かったテオスカイ・ヘルナンデスやマイク・フォードの対談が決定的な状況にありますが、これに加えて2年連続三振王のスアレスも放出し、よりコンタクト重視のチームにシフトしつつあるとともに、来季のスアレスは年俸が1100万ドルですので、いくらかのサラリーダンプにも成功しています。そのついでとして、控え捕手としては十分やっていけそうなザバーラ、リリーフの素質は十分なバルガスも加えた感じですかね。とはいえ、ここ2年間平均以上のレギュラーとして活躍してきたスアレスの見返りとしては相当に弱く、このトレード単体で見ればダイヤモンドバックスの一方的な勝利のようにも思います。まずはダイヤモンドバックスが獲得したスアレスをもう少し深掘りしたいと思いますが、今季は162試合全てに出場し、ホームラン22本、 WRC プラス102、攻撃面ではダウンイヤーでしたが、ただサード守備は素晴らしく、 OAA プラス11はリーグでも有数のレベルですし、攻撃のマイナス以上に守備が良かった結果として、ベースボールレファレンス算出のウィンザボリプレイスメントが 2.3、 ファングラフ算出のウィンザボリプレイスメントが 3.2 と、トータルでは平均かそれ以上のレギュラーとしてプレイしたとは言えるでしょうか。またスアレスは本来はリーグでも屈指のパワーヒッターであり、昨年2022年はホームラン31本、WRC プラス130、シアトルという打者に極めて厳しい環境でプレーしながらも、それをものともしないパワーも発揮しました。アリゾナは球場特性としてシアトルよりは中立的な環境ですので、もう少し打撃成績は持ち直すかもしれませんね。契約面に目を向けると、来季が7年契約最終年で年俸は1100万ドル、2025年はクラブオプションですが年俸1500万ドルと最長であと2年間比較的安めに保有することもでき、特にコンフのサードの FA 市場、マット・チャップマンやジェイマー・カネラリオあたりが目玉選手ですが、それらの選手と比べたら格段に安い、あるいは長期的なコミットメントが不要な点で、スアレスはコスパに優れる選手とも言えそうです。ダイヤモンドバックスは今季サードの WRC プラスが75と、本来攻撃面の貢献が欲しいポジションで結果が出ていませんでしたが、そこをそこまでコストをかけずにうまく埋めたと思います。ただスアレスに対して懸念点がないわけでもなく、彼の持ち味であるパワーに少し限りが見えてきている可能性はありそうです。トータルの打球指標自体は例年並みだったスアレスですが、ただコンタクトした際の XWOBA は昨年からダウンしていて、水準としてはシーズン通して調子が悪かった2021年並みにまで落ちています。その一因として X でよく有益なマリナーズ関連の情報等を流すルーク・アーキンスが指摘していましたが、引っ張ってバレルの打球を打つことができなくなっている点は考えられまして、確かに自分でベースボールサマントで調べても、スアレスは引っ張った際のバレル率が昨年 14.7% だったのが今季 9.8% と減少していて、さらにはバレルの打球の飛距離自体も減少しているようですね。パワーヒッターはやはり引っ張った際にその力を一番発揮できますので、強い引っ張りの打球を打てなくなってきているかもしれない点は少し気がかりではあるでしょう。また今季はランバリューの面で例年比較的得意としてきたフォーシームへの対応が悪化していて、マリナーズ戦を見ていても速球に振り遅れる、空振りするスアレスはよく見ましたので、スイングスピード自体に問題が出てきている可能性はあるでしょう。スアレスはどうやってもタイプ的に年 30% は三振する選手なわけで、こういったパワーダウンのマイナスが気になってくるようだと、マリナーズとしても別の選択肢を模索した方が良いという考えだったのかもしれません。ただじゃあこの対価で良かったかと言われると話は別です。ザバーラはホワイトソックス時代の2022年に WRC プラス110を残し、守備もいい選手でありますので、トム・マーフィーに代わる控えキャッチャーとしては頑張ってくれそうですし、バルガスも最速100マイルを超え、マイナー時代を通してゴロを打たせるのが上手い選手ということで、化ければブルペンで活躍してくれそうな選手でありますが、果たして2年続けて一定以上の価値を示したスアレスを使ってまで獲得するピースなのかは大いに疑問です。初戦は控えキャッチャーと、もしかしたらブルペンでうまくいくかもしれない2人であることには変わりませんので、そこまで急いでスアレスを売りたかったのかと、どうしても三振を減らしたかったのはそうでしょうが、野手の FA 市場が本格化する前にペイロールをいくらか削りたかった側面もあるんでしょうか。
このトレード単体では正直大きなマイナスだと思っていますが、この後の動きを含めて考えたら見方は変わってくるかもしれません。スアレスの後釜としてチーム内ではジョシュ・ロハスや、先日レッドソックスから獲得してきたルイス・ウリアスともにサードでの経験もそれなりにありますので、現状のメンバーのままではどちらかがレギュラー、有力なのはウリアスだと思いますけれども、正直両者ともにサードをやらせるには打力が物足りない。となるとサードの FA 市場でチャップマンやカンデラリオを攻める可能性はあるのか。ただ正直チャップマンもカンデラリオも高くつきますし、しかも選手のタイプからしてマリナーズの目標である三振を減らすに大きく貢献するわけでもないでしょうから、コスパに優れるスアレスの契約を切ってまで取る意味がどれほどあるか何とも言えないところもあります。あるいはサードはロハスやウリアスで我慢するけれども、その分の攻撃力を他のポジションに求めるのか、コンフもともと最低1枚くらいレギュラークラスのバッターが欲しかったところ、テオスカーにスアレスも抜けてしまいましたので、打力を引き上げるには外野や DH マーケットで外や大谷さん、JD マルティネスあたりの最低1人は連れてこないことにあまりチーム力アップしそうにないですが、マリナーズはどう動くつもりなのか、今スアレスを動かしたことに意味もあるはずですので、ウィンターミーティングにかけてのマリナーズの動きでなるほどと唸らせてくれたらいいんですけどね。本当に頼むよ。そして最後にスアレス、ニックネームはジーノなのですが、ジーノには本当に感謝しかないですね。去年の3月にレッズからトレードで加入し、あのトレードのメインピースはウィンカーで、ジーノはサラリーランプの一環的な感じで加入しましたけれども、グッドバイブスオンリーに代表されるような彼の持ち前の明るさが特に印象的な選手で、グラウンド内外でリーダー的な存在でしたよね。今回の移籍を選手やファンみんなが惜しんでるあたりが彼の愛されぶりをよく表しているんじゃないかと思います。また成績の面でもマリナーズでの2年間合計でファングラスサンスとウィザーリプレイスメントが 7.3、 ベースボールレファレンスでも 6.2 としっかり結果を残してくれましたし、2021年をもって現役を引退したフランチャイズプレイヤーカイル・シーガーの後釜としては申し分ない活躍を見せてくれたと思います。またもこういうサラリーダンプみたいな形で移籍になってしまったのが本当に残念でなりませんが、シーウォルドと同様にジーノもまたアリゾナファンから愛される存在にきっとなってくれるはずですから、新天地での活躍に期待しています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビン関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。